ャの出身地知ってますか？知ってます。学園学園ですよ。まだ叩かれてないですね。まだ叩かれてないですね。そんな大事なとこだね。
ありまして、はいはい、最近覚えたんですけども、いないですか？客席の方に向かってシュート君が一発蹴りをします。せーの、ジュー。はい、ありがとうございました。俺より低いじゃないですか。さすが。さっきの前説より受けましたね。めっちゃ受けました。
様子を見ましょう。もう少しまだ打順が一巡してないので。なるほどですね。じゃあ続いて、はい、次は先生と同じ故郷の京都から来ました名古屋芝子ちゃんです。名古屋芝子ちゃん、唯一の正統派ですよ、このチームでね。ダメダメダメ、ちょっと進まないから。
や、生き方くん、初心者的にいきましょうか。じゃあホームランで打っていきましょうね。オッケー、じゃあ生き方くんお願いします。お、柔らか、かわいいな。おい、これちょっと届かないかもしれないですよ。あ、これはどうでしょう。確かに。ここ素晴らしいって人口が増えてるんですよね、今ね。いや、そうですね。あれ
一言ダメ。しかも入らない。入らなかった。アウトですね。
出ませんでした。ありがとうございました。それでは
明日はここをちょっと変えたいと思います。ああ、なるほど。もうちょっと難しく、もうちょっと難しく。そうですね。はい、はい、じゃあそういった企画を変えつつ、はい、あのこういうことでスタッフの皆さん今夜手付けやってありますんでよろしく。それでは一応三種目かけてやってみましたけど、はい、いかがでしたか。ね、本当にこの子たちのキャラが取り合ったりとか、はい、まあ、キャラがこういう新しい刺激に挑戦したりとか、はい、ここがですねできるのも、はい、あの苫小牧がスポーツの街というか、はい、ね、苫小牧らしさが出た、はい。